取れとるかな。どうもこんばんは、ご無沙汰しております山寮と申します。さあ今回はですね、実はこれね、令和最初のね収録なんですね。令和の最初にですね、何をやろうか、そしてですね、令和の最初から今回からですね、ちょっとあのチャンネルの方をですね、いろいろともう一回ちょっと整理し直して、まああのスターステールは今回ね、今回からもうスターステールチャンネルとしてね、こうザックバランのやつは、今までみたいにコーナー付け取ったんですけど、YouTube の方が特にね、なんか、四日市のことやると言いときながらですね、全然ね、ほとんどね、四日市のことやってなかったんで、ちょっと、ちゃんと、ちょっと、理念、四つ目としてですね、理由がし直します。なんてね、説明はですね、まず、ね、今度ね、しっかりやるとしてですね、まあ、今回一発目、何をやろうかなと思ったらですね、まあ、なんか、ちまたでですね、この連休明け。なんか、話題になってるロゴがあるんですね。で、それをですね、私もちょっと確認させてもらったんですよ。これがですね、なかなか私は興味あると思いますよ。これね、少年革命家ユタボンさんっていうね、少年革命家ユタボンチャンネルって言ってね、10歳の、なんと、少年革命家というですね、自称ですね、自称、少年革命家としてですね、こう、麦わら帽子をかぶってですね、沖縄に住む、宜野湾ってなってますね、宜野湾でですね、まあ、最初に、聞いとったときは、あれ、宜野湾なんやってね、一瞬気づかないんでね、ハイサイと言うとき、名前はね、完全に、ね、大阪の名前のね、こうなんでね、うん。あんまりね、島んちって感じよね。うん。感じはなかったんですけど。うん。ああ、まあでもね、それね、大阪までね。で、まあ、小学校今、ね、小学校っていうところもちょっとお味噌なんですけど、小学生でね、そう、やってますよ。YouTube を撮ってますと。でですね、もうですね、多分、一通り、もう批判動画とかもわーっと上がってましてですね、もうね、おそらくそちらの方をご覧になった方がですね、ここをですね、ご覧にいただいてるんじゃないかなと思います。ないしね、ユタボンさんはですね、なんと、1.6 万人ですね、チャンネル登録者数が1.6 万人。で、動画が今何、再生してるのかな、ですね、65万どの動画も聞こえてるんですね。新聞に載りましたよっていうね、動画が65万再生。で、他にもね、そうですね、他のやつも、結構もう6万再生とかですね、一つの動画でですよ、一つの動画ですね、3.8 万再生とかね、こう、言っとる。っていうことなんですね。うん。もうすごいじゃないですかね。うちの登録者数、でもね、うちの登録者数もね、12人増えたんですよ。すごいじゃないですか。ね、パーセンテージで言ったらですね、10から12人増えたんですから、これ 20%、20% アップですよね。素晴らしいですね。ありがとうございます。登録してくれた方ね、もう、大体ね、冊子はついてるんでね、ありがとうございますね。いうことなんです。で、この動画もで、ちなみに今回ですね、もう多分、動画のね、タイトルにも入ってると思います。今回この少年革命家のユタポンさんについてですね、まあ、とくとくと語るというかね、子供のね、教育についてどうなのか、学校教育というのはどうあるべきかとかっていうのをね、語るという体で、私の動画の再生数、チャンネル登録者数をガツンといただこうというね、作戦なんでね、ユタポンさんには媚びていきます。もちろんです。なんでね、YouTube がね、実力社会です。実力社会で、チャンネル登録者数10のチャンネルのこのおっさんと、ね、しかもね、また転職してね、今新しい職で、ウォーをしてるこのおっさんと、チャンネルとね、不登校でどうのこの日、ね、いろんな批判を浴びておりますが、こうやってね、登録者数 1.6 万人ですから、全然かなわんわけでございますよ。ね、ということなんでね、私は下手に出ますよ、ということなんですけど、ただね、まあ、下手に出てね、させてもらう。まあ、で、まあ、もういろんなところでね、もう専門家の方もですね、いろんなチャンネルでね、まあ、スーツさんとかもね、あと、ね、もう、ひろしさんもね、挙げてられましたね。あのあたりでもね、かなり専門的なね、見解とかがあってね、すごくね、わかりやすいと思いますね。エラポンさんとかね、4人挙げてました。で、まあ私もね、そのあたりもね、パートを見とって、まあ、まあ結論から言うとね、批判的ね、意見が大変出ておりますと。
まあまあ、それはですね、致し方ありません。それに関する、論理的根拠などもですね、そういってね、述べられてますので、それはですね、まあ、ぜひ、皆様のね、動画をっていうか、もう、そんなんとっくに見とるわ、お前の動画見るぐらいのやつやったら、どんな見とるに決まっとるやろとね、いうことですよね。まあ、そんなことはね、分かってるんですけどね。うん。そのためにですね、まあ、私はですね、一つだけね、ちょっとね、違った見解ね、一つだけね、まずね、触れておきたいと思います。っていうのはね、これお父さんのところの問題なんですけどね、お父さんとか、保護者さんですね。それはね、なんでかって言ったらね、まあね、いろんなところでも言われてますね、ユタポンを言わされてるだけがないかとね、ね、自分の、意思で言える年齢なのかとか、まあ、そのあたりに関してもね、ちょっと後半話はしたいと思うんですが、まずですね、これ分かりきったですね、あの動画で上げられてる、ことを見るだけで、そして新聞でですね、毎日新聞、琉球新報さんかなとかで、記事を、投稿されておるということなんですが、実はこの記事等を見て、それで、親子さんとかがはっきりと証明していることで、ある重大な問題が、明確に語られてるんですね。これはですね、これは、何かといったら法律違反なんです。はい。何が問題なのか。ですね。まあ、嘘でも お気づきの方もいると思うんですけど、これね、ユタポンさんが学校行きたくない。うん。これは理由はどうであれ。ね、今、その、宿題をやらんかったから、ね、宿題を先生にですね、休み時間にやらされたと言ってね、怒ってますけど、これで、そんなんでやってこやんかったことに言うてどうするんやっていうのはね、よく言ってます。実はこれ教育現場で結構怒ってるみたいなんですよね。やってこやんかった。昔、それこそ私らの時代って給食嫌いなもん残しとったら、お昼休みの時間、ね、その後の時間にまた食べさせられたとかっていうのを平気だったよね。先生の言うことは、今回はそうなんやって言ってましたけど、それはですね、子供の好き嫌いをですね、そんなことに言ったらかん。それで、まあ、アレルギーのある子にも無理やり食べさせて、それアレルギーが出て問題になったとかね、いろいろ問題があったんで、それも、まあ、先生のハラスメントになる、体罰に当たるっていうですね、場合になるんですよ。そう、先生が、教育業界はね、ハラスメントじゃなくて、体罰とかっていうね、よりね、ちょっと厳しい言葉でね、捉えられるんでね、やりにくそうですよ、実際に。まあ、私はね、教育免許取れなかった人間なんでね、剥奪されましたからね、大学4年、剥奪じゃないか、大学4年までね、一応中学課程を受けてたんですよ。教育実習も行ってるですよ。自分の母校に行ってですね、うん、教育実習もやってですね、いろいろとやったりもしましたけど、実はですね、教育免許は取れなかったんですね。最後の最後で必修課程で落とされましてね、まあ徹底した教育違反しちゃいましたんでね、最後の論文で。うんね、このような、戦後の、日本教育の、60年間、当時やるんで、50年以上の過ちが日本の、根幹を揺るがしているとかね、いうようなことを書いたらですね、あっさり罰くらいもらいましたね。本当に罰ってつくんですね。そうです。で、罰がついて、残念ながら私はね、それ一つ落としちゃったもんで、教育免許は取れませんでしたって人間なり、教育を語る資格はさらさらないんですけどね。さらさらないんですけど、まあ、一応そういう環境にいたんでね、周りでね、教員になった、ね、人とかね、そういうようなね、うん。からとかの話も聞くわけですよ。でね、実際にまあ相当やりにくそうやなというのは、うん、親御さんとかでもそういうのもあります。で、実際にこの、ね、宿題をやらせた、こういうのでも実際にハラスメントとかって言って、モンスターペアレントなのかどうかわかりませんけどね、苦しいですよ、こういうので。で、それで、ね、親がわーっと言ってきたらですね、学校もですね、そういうのでやらせたらですね、それで子供の自由を奪ってどうのこうの、上層教育に良くないとかっていう、まあ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 ね、そんなに理由なんてね、後だけでいくらでもつけれますからね。うん。結論ありきの理由付けなんてね、いくらでもね、これやりやすいんですよ、また。ね。ちょっと頭の切れるね、大人はね、これやりやすいんですよ。うん、だからね、簡単に言います。だから新聞屋さんとかようやるでしょ？ね、傷見とったら、もう結論ありきで、なんとか。でもそれでも最近ね、ちょっともう、ちょっと書き方、うまいこと書き方あるんじゃんのってね、思うのもありますけど、まあ私ね、マスコミ中日新聞もね、面接まで行かずに落ちてますんでね、まあ中日新聞は大好きだったらね、あれですけど、中日ドラゴンズは大好きなんでね、それでもね、まあそれは置いといて、そう。で、イタポンさんのところね、散々ね、まだ脱線してますけど、何が問題なのかと、そうですね、いわゆる、まあそれ、行かせませんでしたってね、言ってます。で、親御さんもこれは、ちょっとしよう、行かんでいいって言ったるわけですね。はい、これアウトなんですね。そうですよね。っていうのは、これは日本国憲法でですね、
親は、教育を受けさせる義務があるね。これ日本の三大義務ですからね。これはね、日本人ならね、絶対覚えてないといけないですよね。うん、これ知らんかったから行かせやんかったんやと言ったってね、いや、日本国民である以上それは通りませんから。ね、日本国憲法全部条文で言えるかと、またもう私もちょっとそれは無理かもしれませんけど、それの中でもね、大事なことっていうね、日本の国民の三大義務って言われるものがあるわけです。ね、それは、就労と、納税ですね。納税義務と。で、もう一つが教育義務なんですね。だから、ただ、この教育義務というのは、教育を受ける義務じゃないですね。教育を受けさせる義務なんです。はい。ですね。まあ、これはでもね、結構知ってる方多いでしょ。いや、そんなんな、お前みたいにばっかり言われやんでもな、うん。分かっとるは偏差値30の中の人間が何を言っとるんやとね、言われそうですけど、そうじゃね、そうです。ただですね、じゃあここからもうちょっと踏み込みましょうということなんです。でね、まあ、ちょっと探してきました。で、まあね、憲法なんてね、守ってないお寺いっぱいいるじゃないですかね。だってもう国会とかね、もう国会のね、いろいろやってられる方とかね、でもね、ね、あれですし、それこそ、何でしたっけ、ね、今のね、ね、選挙制度になれて、違憲状態であるっていうね、なんかね、よくわからないけどね、じゃあ違憲状態で分かるか、是正、なんなのかって言ったら、なんでこんなことになるかというと、憲法には罰則規定がないからなんですね。憲法を破りました、じゃあ逮捕して、監禁する、んでも法的、監禁するには法的根拠がいるんですけど、日本国憲法には、例えばじゃあ、教育上を守ったら、禁錮何年とかって書いてあるわけじゃないんですよね。ことは、まあちょっと法律のね、細かい話はちょっとまだやろうかなとも思いましたけど、まあ法律の専門家みたいなね、友達で司法書士やってる人でも呼んでですね、やろうかな、やってもいいんですけど、まあ憲法というのは一番上になるやつなんですけどね、それが実務的なあれじゃないですね、社長みたいなもんなんですよね。その下で実際に働く社員さんみたいな法律があるわけですよ。それがですね、まあ各法律、それを作るのがまあ国会なわけなんですけど、うん。というわけで、当然、この、憲法にのっとって、教育基本法でしたね。学校教育法っていう法律が作られてるんです。これが実務的なところになってきます。で、この学校教育法の、第17条というところで、義務教育に関する、第16条か、第16条と17条というところで、義務教育に関する、具体的な、法律の説明があるんです。で、これはですね、覚えておいて損はないと思いますよ。保護者、ですね、子に対して親権を行う者、そのまま読みますね。第16条、保護者、子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人を言う、以下同じは、事情に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。で、第17条で、保護者は、この満6歳に達した日の、翌日以降における最初の学年の始めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育が満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の家庭、義務教育学校の、前期家庭または特別支援学校の小学校の家庭を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり、それまでの間においてこれらの家庭を修了したときはその修了した日の属する学年の終わりまでとする。ごめん、だんだんわからなくなりましたよね。私も読んでてわからなくなりました。要はですね、まあ、ざっくり言えば、6歳から12歳の間、小学校に通わせて、要は、義務教育の小学校のプログラムを受けさせてください。これが17条で定められてるんですね。で、別途、ですね、中学校も、別のところでですね、法律が入ってます。何条やったかね、ちょっとすいません。今ね、条文のね、本当、これは、いいかな、条文がね、ずらっと載ってる法律サイトみたいなのがあるんですよね。法令サイトみたいな。そこからちょっと拾ってきてるんで、全文載ってるんですよ、これ。学校教育法の、ちょっとすいません。章が違うんでね、中学校は。確か。うん。別のところに。別のところ。まあいいか。要は、ちゃんと同じように書いてあるわけでは、6歳から12歳までを小学校に通わせないといけません。これは、先ほど、ここでの16条で定義されておった、保護者がですね、保護者は、
6歳から12歳まで、小学校に通わせて、はその、6年間で小学校の、で、教えなければ、学ばせなければならないものを学ばせないといけないよ。で、同じように13歳から16歳まで、の、ところでですね、で、中学校に通わせないといけませんよ、と、いうふうな決まりがあるわけです。で、当然、ということは罰則もあるわけです。で、どこ行ったかな。すいませんね。パソコンの方に入れても、古い人間なんでね、なかなかスマホとかね、こういうのとかで、143条。それで、これはですね、学校教育法の144条ってところにですね、こう書いてあります。第17条第1項、または第2項の義務の履行の、これは督促を受け、なお、履行しない者は、10万円以下の罰金に処する。これ、だってね、具体的に書いてあるんですね。罰金刑なんですけど、10万円以下の、ね、罰金に、なる犯罪。これがですね、親が子供に、学校に行かせない。これはですね、何も、嫌がる子供をね、無理やり行かせるためにやるわけではないんですけど、これ、要は正当な自由として社会から、社会で、ね、まあ言ってしまえば裁判しか認めなかった場合ですよ。ね、これですね、もちろん、督促がかかってからなんで、正式なこの、いわゆる、督促の、カルキュラムが入ってからでないと、罰則までは、かかりませんが、現段階で、子供が、嫌がっている、その嫌がっている子供に対して、いかんでいいと、親が言って行かせていないという状態を、これは法律違反に、なる、行為である。それは学校教育法のこの17条1項2項で、それに関するところは、144条で、罰則が定まっておるところに反しておりますよ。大丈夫なんですか、この動画。そしてその新聞、ね、書いてる新聞さん。ね。でね、思うんですけどね。これね、ちょっとね、どうなんかなと思ったんですけど、これはもう正直、でね、いろんな国家で、こうね、ユータポン君が横に交わして、ね、やりたいってね、言ってますけど、多分もう時すでに遅しですよね。歳は投げられてますよね。もうこの動画が30何万回も私の名をね、うちが10チャンネルと考えても、1000倍のね、数で言ったら、要は1万以上のね、登録者数の差を抱えておる、ぐらいの、すごい、変な話、発信力を持っておる状態になっておるわけなんですよ。ね、この状態でですね、しかもですね、本名でやってるんですね、本名で、やっていて、顔もね、顔出しで、しかも技能腕師。に在住中で新聞ごっつぁんがね、ギドワン人に大衆の子って言ってね、勝ち合っちゃってるわけですからね。これはね、今さら、いや、これはまずかったなって言ってね、変な話、動画削除とかね、チャンネル閉鎖してね、じゃあ普通のに通わせましょうってね、しようと思ってたけど、もう無理ですよね。まあ学校社会でね、そういう、でね、戻ったらこれ受け入れられるかって言ったらさ、無理でしょう。で、まあ、ね、このあたり、もう一つの問題点としてはそこなんですよ。もう左右投げられちゃってます。で、これね、気になったのがね、まあ YouTube はもちろんそれは、気にしてね、皆さん見ると思うんですけどね、ちょっと気になったのがね、私ね、Twitter の方なんですよ。しまった。消してしまった。このね、ユタポンさんのところね、ツイッターもやってるんですよね。今日はフォロワー数からですね、9249。チャンネル登録者数が1万超えとってで、まあ、こっちの方が9000ってことは、まあ、それなりというか、もう結構ね、てか、小学生で、ね、って思ったらすごいですよね。で、ただ、このツイッターも、まあ、ユタポン、
ゆたくんさんの、ツイッターって言ってね、まあ、10歳の子に35歳のおっさんがね、敬語というのもおかしいかもしれませんけど、まあまあ、今回は、今回はね、あくまでもね、私が目下でございますんでね、チャンネル登録数12ですからね、チャンネル登録者数がね、逆転したら一気に態度変わると思いますけどね。まあ、そんなことはないと思いますよね。まあ、最後、多分この動画もね、二桁はいかんと思いますからね。こんなぐだぐだ喋っとるし、ね。ぐだぐだはいいんで。で、まあ、これに対してね、ツイッターの方でね、見ていくとね、少し本性というかですね、さらに本質がわかるんじゃないかなと思うんです。これはね、YouTube でも読み取れるところがあります。まあ、親の階段になってるだろうっていうので、まあ、それはみんなもう持ってくれないと思うんですよ。変な話なんですけど、小学生が、確かに、技術面と発展しておる社会です。スマホ一本で動画撮ってあげれる、時代ですからね。うん。しかも、スマホをパソコンにつないではもちろん、そのまんま、動画をですね、そのまま動画をパシッと撮ってね、それそのままですね、ダイレクトで、特に YouTube なんか簡単にできるみたいですよ。うん、私ね、スマホから直接投稿やってませんけど。うん。ね、けどできる時代です。そういうふうにしてね、やっておるって、子供が発信して、ダイレクトで発信してっていうの、動画ですかね、あの動画。すごいちゃんと作られてますよね、動画として。編集もちゃんと、なんて言うのかな、スーツさんのところで言うと、まあ、セミドチャンネルみたいな感じで撮ってますけど、うん。まあ、そうですね、編集に関しては、でもね、他の動画見てみるとね、ちゃんと編集してるんですよ。間にですね、ちゃんとですね、カットインとか入れてね、やったりしてますんで、うん。ってことはですね、これ、小学4年生の子が、やってる人は、が、単独でやるには不自然なんですよね。不自然なんですよ。まあ、絶対風だから親が絡んでるでしょう。で、編集とかも、そんな子供がね、パソコン、だって、あれをやろうと思ったら、まず動画機材がありますよね。で、こんな感じで来るでしょ。こんな感じで来るってことは、多分、ね、パナソニックのカメラですよ。パナソニックのマーカーも含めて、近くもしれんけどね。大体こういう風に話して撮る動画の人、こうやってきて、ここからやってね、こうやってみます。これやるとね、要はなんでここまで入るかっていうと、これやと、ダイレクトに SD カードで保存できたので、そのままアップできるんですね。私の場合はね、一応ね、これでもね、一工夫してあるんですよ。外してからね、一応、こういう雑談のやつでも、動画編集ソフトを出しとるんで、あまりここのところはカットしてあることが多いかなと思うんですけど、うん。いわば、ここはやってますよね。特に炎上しとるところって言って、まあいいでしょ。客観的じゃなくて、実際に、コメントのね、批判数のところで見たら 1.9 万とかね、2万近くの、批判コメント、低評価コメントがついとるっていうことで、炎上しとると言って、これは過言ではないでしょう、客観的にね。で、っていうふうに、でもこれは少なくとも親は動いてるわけですよ。親が承認しないとできませんよ。パソコンで、これ買って、これ買って、でね、小学4年生の子がビデオカメラ、4K じゃないと思うけどね、多分2万円ぐらいするカメラだと思いますよ。2万円ぐらいするカメラがある。で、それを動画編集するパソコンがある。パソコンって言ったら4万円のパソコンやと、他の動画見た感じの編集の仕方やったら4万円のパソコンでちょっとしんどいと思います。あれはやったらね、12万ぐらい欲しいね。やっぱ i5 ぐらい欲しいし、メモリ16ぐらい、16もなくてもできるか、8あればできるかもしれんけど、ってぐらいで、まあね、ビデオのやつで組んだとしても多分12、3万ぐらいのパソコンじゃない。5万円とかのパソコンじゃできないですよ。で、考えると14万でしょ。それに多分ね、あれ動画編集ソフト入れてるでしょ。まあ、フリーのでいいのかあるかもしれませんけど、ね、そうしたら私が買ったやつでもね、8000円とかですから、まあ、私の方が高いかな。わかりませんけど、まあさ、まあね、5000円ぐらいかかったとしましょうよ。ね、17万、それだけでですね、14の15万近くかかるわけですよ。これね、お年玉貯めたってなかなかできないと思いますよ。小学4年生で。やとね、わかりやすい。今のお年玉相場が一人10万円くらいくれる相場やったらね、違うんですけどね、そういう環境のね、方もおるかもしれんけどね。普通に、まあね、私の、そこで、でも感覚でいくと、ってことはこれ、金銭的なバックアップないとできない。で、さらにそういった技術面のバックアップもね、いきなし動画を渡され、まあ子供の飲み込み早いですからね、多分動画編集とか下手すりゃ、やらせりゃできるかもしれませんけど、そういう人っていきなしですね、
ポンポンポンとアップロードできとる。で、アカウントの登録とかも全部ね、あれ、やったことあります?ね、このね、YouTube クリエイターのアカウント登録って大変なんですよ。大変なの。大変なんです、ほんと。ね、うん、実際にやってみればわかりますよ。なんかあれね、これ。ねえ、うん、やろうと思う。で、あの、パソコンから動画を投稿しようと思うと、いろんな設定とかいろいろしなきゃいけませんから、で、結構漢字とかも書いてあるから、これね、なかなかね、子供では難しいと思うんですよ。うん。ってことはね、親が動いてる。で、さらに言うと、もう少し言うと、親以外にもなんか動いてんじゃねえかな。ね、マスメディアが動いてるわけですよ。FM とかの取材とかも動いてるわけですよ。そういうあたりから考えてみるとですね、比較的そういったメディアリテラシー的なところですね。うん。な動きもあるんじゃないの。そしたらもう止められないですよ。うん。そのね、うん、彼が幸せになるか、幸せになるかどうか置いといて、少なくとも私のようなですね、登録者数10人のチャンネルのですね、こんなね、しかもですね、転職10回以上もしてるね、このおっさんにはね、全くまあ止められることはでき、止めることはできないわけですね。たとえいい策があったとしてもね、多分止められるような具体的な策はないんだと思います。だからもう、諦めてというかね、まあ、奇跡を信じてと言ったらね、手がいいのかな、うん、奇跡を信じるしかないんじゃないかなと思います。まあ、そのあたりは、でもなんか、見てるとね、結構新聞とかいろんな地元メディア系がね、で、沖縄のメディア系って言うと結構左翼系のね、メディア系が多いんで、普通に考えたら教育関係のところはね、左翼系メディアっていうのはその教育関係メディアとも、関係とも、比較的ね、信仰性が高いですから。で、とか、そのあたり考えると、うん、まあ、矛盾点もあるとは思いますけど、まあ、単なるバカなのかね、その、メディア系が、うん。そこまで考えてないっていうふうに考えた方が良さそうですけど、ただ、しかし、そこに、魂胆がある、ね、大人の魂胆があるというのは、これはもう、親御さんのところを取り越えて、その、親御さんの、さらなるところで、そのバックアップっていうところまで、しっかり考えていかないと、とても、問題の本質見えてこないんじゃないかな、なんていうふうにも思います。うん。まあね、個人的にはじゃあお母さん何してんのかなとかね、そういうふうなね、ところもね、不思議ですけど、でもね、なんかテレビ出演の時はね、ご両親さんで映ってましたし、まあだからご両親さんで活動を支えていこうって言うんですけど、だいたい子供のこういったのをですね、親のね、一家婚でそんなって言ってるけど、これ親の一家婚で決めれますかね。何かしらもう少しね、バックアップというか裏打ちがないとね、こういうふうにまで動かんと思うんですけどね。うん。自分もね、名前出してこうやってやったって、まあ、変なし、すぐに見バレしたじゃないですか。っていうのは、これ、結構ね、プロフィールとかが結構堂々と公開がされておる方でしたね。うん。それで分かったってことなんですけど、うん。まあ、なんかしら、そういうような、結構、今の日本政治の、根幹に関わるところと何かしらちょっと繋がってくるような、一本の線があるんじゃないかな。なんてね、深掘りもね、してみたくなりますけどね。あってね、実際にね、ツイッターのね、ところを見てもらった方のが本質わかりやすいと思います。ちなみに他の動画見てるとね、まんまわかりますよね。どっちかちょっと上部力さんの影響を受けまくりやろ。だって、ねえ、ねえ、どっちかというと、これで、ジョーさんに語ってほしいなって気はしますけどね。彼について。まあ、多分、親和性が高いかどうかはね、どうなんでしょうね。わかりますけど、全けど、ね、世界中を旅してね、やりたいどうのこと。というかね、もしね、これがね、彼の本心だったとしてね、一応彼の口からね、言っておるわけですから、まあ、明るさみにね、読まされてると思いますけど、まあ、彼の本心だとしたら、多分彼の目指す姿って、ジョーブログさんが一番近いでしょう。ね、世界中を旅して、面白いじゃないですか。ね、世界中のスラム街って、なんとか、だって私できませんもん。だから本当すごいと思います。うん。まあ、延長動画とかもね、いろいろ、ありましたけど、うん。そう。ね、でね、で、もう結構いろんなメディアと覚えとって言うんですけどね、ツイッターのコメントは、読むと著作権とかあるんかな。まあですね、まあ見ても、少年革命家ユタボンさんって、ユタボンで、アンダーバーでラッキーって言ってね、YUTABON、アンダーバー LUCKY っていうね、アカウントで、やってます。まあ多分ユタボンさんって入れたら多分、検索でポンと上がってきますよ。
で、いろんな先生と会ってますって言ってね、茂木健一郎先生とかともね、会っちゃってね、でもさ、このアポイントが取れとるってことは、やっぱしね、そうなんですよ。うん。そんなの素人のおやさんがね、子供にこういうの言わせてやりたいやなと思ってね、パンとこういったね、有名人の方とかとアポイント取って対談させて、テレビに出てみたりとか、新聞記事書いたりとかってでき、普通ではできないわけです。そうする、それのためにはもっと大きな力がいるわけです。うん。そんな力があるんだったら、私もうちょっと出てますって。ねえ、ねえ。さあ、でね、まあね、学校に行きたくない子は行かんでいいとか、まあね、いつもですけど、もう行かせなきゃいけません。まあ、ただ、教育現場が、今、まあ私は小さい、よくね、小さい政府、大きい政府なんて言いますけど、日本の場合は学校が大きい、大きい学校、ね、変な話、ね、ゆりかね、すべてのことを、学校で学ばせようっていうね、ところで、まあ、それの限界が来てしまっとって、まあ、結局、受験戦争、お受験戦争のためにはね、学校の勉強なんかし、ね、では、間に合うわけですよ。うん。っていうのは、そこにはね、いろんなね、医学やら、ね、ゆとり教育とか、まあ、いろいろなんかわーっとやってましたけど、うん、結局、学校の授業のばっかり決まる通りに、バシッとやったら、いいですよ。一昔前みたいに、ちゃんと学校教育をちゃんと受けさせて、ね、それちゃんと教育行ける人は受けさせて、ね、言う通りにやって、言う通りに就職して、そうすればね、ちゃんと安定した生活が待ってますよっていう世界がね、構築されとった時代であれば、それでですね、あ、これで大丈夫やっていうのしか今言えますか？言えませんよ。ね、あっという間にね、会社なんかね、潰れるときはあっちゅう間ですよ。ね、給料でやくなったらあっちゅう間ですよ。ね、本当に3ヶ月給料でやくなってね、それからね、話聞いてね、でももう会社倒産してしまってね、うん、もう結局、泣き寝入りしかねえですよ。だって、どんなに請求して取り立てようとしたって、もう会社金しか残ってないですから。うん、もうね、で、ね、もう銀行もそこから金が出すわけでもね、ない、それは触れないってやつですね。なってね、もう結局ね、3ヶ月給料対応されとったやつ、3万ぐらいしか取れなかったんちゃう？確か。結局ね。うん。とかね。うん。そんなも、そんなが現実ですよ。うん。ねえ。そう。まあそういうことで言ったらね、まあ学校教育は問題あると思います。今のね、学校教育現場。まあ私は小さい学校にしていけばいいんじゃないかなっていうのは端的な意見です。ねえ、そういった倫理教育とかそういうのはね、学校ではもう、無理だと思いますよ。もうとね、うん、そういった教育教育とかはね、まあ変なし、そういうの昔はお寺さんとかね、そういうような、まあね、変なし、宗教のもとでね、成り立っておった。で、それが、変なし、分離されたんやけど、しばらくはね、それでも、あくまでもね、氏子さんとかに入っとって、その中でね、あくまでもそういった共有的なね、共有的価値観、まあよく私はね、スピーカー型って言うんですけど、まあ、ステレオタイプって言うじゃないですか。社会学の用語でね、また知らなかったら調べてください。ステレオタイプって言って、まあ、典型的な人間っていうね、言うので、ステレオタイプって言うんですけど、ステレオタイプってでも言葉の、あやで、ステレオタイプが生まれるには、ステレオがないといけないんですよ。ステレオっていうのは、要は、こういったね、こんな感じのね、ステレオね、うん。なんか、隣の金のが気になるとか言ったらあかんよ。ね、あんな感じのステレオね、があって、音楽から流れてくる。その音楽内に情報が流れてくる。それはですね、やおうなしにですね、この周りにいる人は聴覚を持っている、っていうのかっていうと、あれかもしれませんけど、ね、悪い意味じゃなくて、変なラジオが流れとったら、そのラジオがわーっとね、周りに流れとったら、それが聴覚に入ってくる。で、そうすればそれが共有されるっていうね、ことがあるんです。それが変な話、昔は音楽っていうのは、いうのはですね、レコーダーとかね、CD プレイヤー最初の頃ぐらいまではね、絶対に音楽っていうのはああいう、ね、ステレオから流れてた、テレビというのも、必ず、テレビというのがあって、それを家族みんなが囲むなり、囲んでなかったとしても聞こえてくる音っていうのは一緒だったんです。共有されてたんです。それが今はですね、これ、坪井のりおさんがね、言ってたんですよ、昔ラジオでね。私ね、聞けば聞くほどでね、言っとってね、ああ、なるほどなと思ったらね、それが変わってきたら、ウォークマンが出てきてからやって。ウォークマンができてきてから、こうやって聞くようになったんですよね。イヤホンで聞くようになった。イヤホンの時代に入った。実はそのネットワーク社会とかそういうのよりも、
こういったスピーカー世代のところからイヤホンで聞くようになって音楽っていうのも変わってきたわけですよ。専門的な音楽しか聞かなくて、すごく調べて、それで好きな、自分の好きな音楽をずっとどっぷり聴けるようになって、だからコアな音楽が生まれる、ようになってきた。中で、みんなが知ってる曲っていうのが生まれなくなった。それはどうしたか。それの好きな音楽をこうやって聴くから。逆にね、今はそれでね、周りでガンガン鳴らす人とか、これ音漏れとかって言ってね、プライバシーを侵害とか、逆に犯罪になってしまうわけです。それがですね、昔は嫌応なしに、みんなが聞かざるを得ない状況にあった。うちなんかもこれで、親父がね、CD ラジカセでね、あんなようなラジカセでですね、バン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 音楽かけるから、変な話ですけど、井上陽水、吉田拓郎とかね、チューリップとかね、そういうのをこの世代でもうめちゃくちゃ知ってるわけですよ。うん。それを親父がずっと聞いたのに、横で聞いとったから、ね、子供頃やから覚えるわけですよね。あー、今日はお祭りとかね、ホテルはリバーサイドとかね、覚えるわけですよ。だから、今でもわかるでしょ。だから、ビーズとかそういうのでもね、うん、例えば、変な話だって、ミリオンセラーってね、100万枚売れたら100万枚ですけど、日本の人口が1億人って考えたら100万枚ってことは、100分の1でしょ。購入率100分の1、全国民の100分の1しか買ってなくてもすっごい売れて、だからみんなが知ってましたよね。それはどうしてか、その100万枚の中から、まあそれにプラスアルファ、まあテレビとかで流れたりして聞くからみんな知ってるわけですよ。ビーズで言ってウルトラソウルズだったら大体もうみんな知ってるわけなんですよ、日本国民ね。うん。そうなんです。だからそういうのが、うん。なくなってきた。で、そういう中で、自分の好きなものだけ見てればいいっていう、ところにあって、それ以外を排除するっていう世界になってきている。で、それの典型的な、例なんじゃないかなとも思うんですよ。っていうのはね、面白い。で、いろんなね、実はこのユタポンがね、この中でいろいろやってるわけなんですけど、うん。まあ、当然、ね、YouTube の方見たらもう徹底的にね、批判で叩かれてるわけですけど、結構ね、Twitter ではね、まあ、自分で、こう、ね、リツイとかやっとるわけですよ。ただこれね、自分で言っていいのかな。ね、こっちの方を見るとね、普通の文章なんですよ。何かって言ったら、漢字とかも普通に使ってある普通の文章なんですよ。男、ね、普通ね、ある程度のちゃんとした大人が。だから、親子さんがもし書いてあるとしても、親子さんも、それちゃね、ちゃんとなんかって言ったら、結構、そうじゃないのかもしれんと思いますよ。文章自体は、子供が書いてるように見せてね、で、関西弁でね、わーっとやってますけど、うん。ね、絵文字とかもわーっと使って。うん。な話、最近朝日新聞の記事よりはちゃんとまとめ書いて、この前、ね、久しぶりに、ね、朝日新聞がね、この前、ちょっとね、出先でね、置いてあったんでね、ちょっと読んでみたんですけどね、すごかったですよ。うん。多分ね、あの人たちよりは文章うまいような気もします。うん。まあ、わかりませんけどね。うん。ちゃんと読んでね、あれし、まあ、ジャーと見たら、なんですけど、うん。で、実際に、で、まあ、で、自分にとって肯定的な意見とかそういうのはですね、結構、リツイートでどん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 上げてるわけです。まあまあまあ、それはまあ別に、ツイッターやね、やってる方はね、まあ、比較的あれなんですけどね、うん。で、ちょっとね、ごめん、見失ったんですけど、記事の中でね、比較的ね、まあそういったね、批判的な意見ばっかり書くやつはやめって言ったらいいのかな、そういうような感じでね、それで、大事な、その自分にとって肯定的な意見っていうのが見えなくなってしまうっていうね、言ってますけど、その、批判の中からね、探す肯定というのもね、の方のがすごく大事だと思いますし、まあ変な話よりね、私も、まあ、経験から語るのはダメだ、ね、歴史から見る、学ぶものが、賢人であり、経験から学ぶものが、万人である、みたいなね、万人っていうのは、野蛮の蛮ね、野蛮な人間は、経験から学び、賢人は歴史から学ぶなんて言いますけど、まあ、まず、歴史で見てみてもあれなんですけども、私の少なくとも経験から言ってもね、クレームって2種類あって、私結構接客とかもやってましたから、まあクレーム対応すごくやってたんですよ。なぜか私に降ってきますしね、よく。ね、他の人がね、起こしたクレームでもね、なぜか私に回ってくるんですよね。おい、容体って怖いみたいなね。うん、
それはそれでもね、おれなんですけどね。でもね、変な話ですけど、私のね、固定客でがっつりね、仲良くなってくれたお客さんっていうのはね、比較的クレームでね、対応いたお客さんやったりすることがあるんですよね。最初の時もそうでしたね。おばあちゃんのところに行って。で、ね、うん、まあ、クレームって二つあるんですよ。本当に、ね、韓国の領土問題とかの、ね、ああいうような問題とかじゃ ないですけど、うん、結論ありきのクレームね、自分に利益を出したいっていう、ためだけのクレーマー、まあ、これはもう私は、お客さんとも思ってませんでしたけど、うんうん、ね、最後までもう警察行っても、いや警察よ、裁判、こんな公平じゃないことはないって言って、うん、訴えられてもいいんか、いや、公平かどうかを決めるためのところが裁判所なんやから、裁判行きましょうよって言って、まあ、結局本社の方からひるんでね、とりあえず一回ただにしとけみたいなね、判断したけどね、それやったらもう2万何回でも来るぞって、言ってね、うん。やられっぱなしになるでって、しゃんぞなんてね、誘拐をもしとったことありますけど、うん、まあまあまあ、そういうようなね、ケトナイキのね、クレーマーと同じ、別でですね、本当にちゃんと正当な理由があるね、クレームを言ってるお客さん。これはね、すっごい参考になるんですよ。うん、変な話、事故現場を見たら一番事故があるの原因とかっていうのが分かるっていうのと一緒でね、交通事故ね、現場を見ると、ああ、こういう事故があった、ここで踏んでなかった、ここを見落としとる、ね、とかね、いろいろそういうのが見えてくるのと一緒でね、本当にね、チャンスはクレームのね、クレーマーさん、このクレーマーさんっていうのがね、しっかり聞くとね、すんごいその会社の問題点、現場の問題点っていうのが見えてくる。で、実際にそれで対応して売れば、の、成績良くなったりとか、まあ、それでね、常連さんになってくれてね、あんたの対応せいやったで、これからあんた通して買わさせてもらうわ、みたいなね、うん、あんたの時には教えてや、みたいなね、うん、こと言ってくれるお客さんとかね、おったりするわけですよ、ありがたい話でね。うん、本当にね、私をおる時選んでね、うん、来てくれてね、とかね、そういうようなね、お客さんとかもね、いましたよ。うん、やっぱりですね、だからそういう意見はね、まあ、聞いて聞き損ということもありますよ。うん、何回もあります。そっちの方が多いですけど。うん、でもね、なんか今までの経験で対応していく中で、役に立つのクレームで対応した時の経験というのはすごく役に立つことは多いですよ。うん、だからそういうのもいいんじゃないかなって、思うんですけど、まあ、比較的そういうのは、排除したいっていうのはですね、ただこれを漢字とかでバンバン書いてるんでね、子供の気なんか、まあ子供でもね、そういうふうに言うたら言うと思いますよ。うん、ねえ、すげえね、子供のうちだってそうじゃないですか。うん、小学4年生でしょ。うん、まあ、俺比較的おとなしかった方やと思いますけどね、どうかな。それでもね、嫌ですもんね。うん、そりゃね、当たり前ですよ。まあ、それね、我慢して食べなさいなんてね、ね、言うのも、言うのかどうかはまた別なんですけど、これもね、変な話、大量の1万もね、批判があって、ね、わーっと来とって、まあ、変な話、炎上してる状態で。それを直接子供に見せるの、これはね、性的な動画を見せるのと同じぐらいのショックが強いのかどうかって、まあ、でも、それもまた、うん、ね、そういうのをね、まあ、ね、見せることで、ちょっと性的動画を見せることってない、そうだけど、まあ、私はちょっとそのあたりは、ちょっと時間があるっちゃありますけど、まあ、ちょっとそこは置いといて、ね、性的強を見せて、ね、まあ、それに耐えるかどうか、まあ、耐えなかったらどうなるかってところなんですけど、まあね、そこまで考えて、できるあれやったら多分まず裁判投げないと思うんですけど、まあね、だからまあある程度見せてね、まあそうしないと体制もつかないですし、変な話、もう今の子供って多分私たちが思ってるように情報戦とかってすっげえ強いことになってると思いますよ。うん、だって TikTok とかああいうのができないともういじめられるとかさ、そうなんかあるんでしょうか、高校とかでも。まあ変な話、そういった感じで、どうやったって競争社会、いじめ社会の構造自体が、に対して、ね、抜本的な解決する気がないんでしょうから、学校現場がね。うん、まあそんなね、状態でね、切れ事言ったってどうにもならねえっていう、思いもあります。んで、まあさっきもね、
まあね、申し上げてます通り、まあ、私にどうこうできる問題でもない、私から言うのはですね、3点か、まず、ね、1つ目、まあ、おさらいをしときますと、一応締めにかかりましょうか、おさらいをしときますと、1点目、学校教育法というところで、定まっておる、ね、法令違反であるということを、堂々と言ってしまっています。ですね、親子さんはこれは、犯罪に問われる可能性が、明確に出てきておりますけど、大丈夫？それ大丈夫？っていう点と、もう一つはまあ正直言って、まあ、こういうふうに動いてるで、こういうふうにメディアとかも動いて、やっておるってことは、もう正直言って、少なくても、このね、ローアホップしてね、本名も出して、で顔も出してね、されておる、このユタポンさん、ユタポンさんは、もう最後に投げられてる、発揮して一般人にはもう止められないところまで来てしまっておるから、あとはもう、うまいこと転がるように、ね、祈ったらしかない、っていうね、状態ですんで、諦めてるっちゃ諦めてますよって、まあね、それがね、まあ、最終的にね、うまいこと笑い返しにね、30過ぎた頃ぐらい、こんなこともあったよ、ははって、ね、言えるような状態にね、持っていけれたらよかったんじゃないって、それしか、未来に答えを求めるしかねえと思います。まあ実際にそういうのもできなくてね、本当に潰れちゃった人間とかもね、まあ、見てるのになんともいいんですけど、ね、まあでもね、まあ、しなかったらOKなのかといったらどうかも分かりませんしね、幸せって感じるね、レベルなんて本当に人のセンサーも別ですからね、まあね、私なんてね、泡盛飲みじゃ幸せですよね、まあ、泡盛もね、そう、高級泡盛じゃなくていいですよ、ザンクロで私は幸せになれます、プレザンだったあのね、プレミアムザンバだったんですよ、あれちょっと飲んでみたら、ね、誰かね、本当にちょっと送ってほしいところですけど、前作あのね、酒屋の問屋さんに行ったらね、置いてあって、うなにザンクロってちらって見たら、プレザンってなっとって、プレミアムザンバって、あれ、山田さん知らないですかって言われて、知らん、何それって、小売店やったら仕事中にあやを買ってくとかでしたね、問屋さんなんでね、小売できないんであれでしたけど、ね、そう。まあ、それ、あれも一回ちょっとアマゾン探してみよう。まあ、ごめんなさい。残波じゃなかった。何でしたっけ？島田でした？違う。青森の話でしたっけ？青森じゃない。これ、言ったことね、そんな感じで、まあ、それにはね、これだけ大きく動いといてね、まあ、私からってこんなに頑張って10歳生とかしかいかないとか、こういうふうにですね、何十歳でもね、ポンといけるようなね、操作があるというふうにね、考えてもいいんじゃないかな。まあ、実際、新聞とかが堂々と動いてるわけですからね、という意味では、もう少し大きいバックヤードっていうのね、しっかりとしたらですね、今の沖縄という現状をですね、いろんなところで調べてみてください。それで思ってですね、考えてみてですね、もらったらなんか見てくるんじゃないかなと思います。っていうのが2件目。で、3件目何でしたっけ ?2 件でいっか。まあ、まあ、見てるとね、まあそういうね、いろいろな動きがあります。まあまあまあ、全部をね、しっかり見てやろうかなと思ったら、まあ、さっき言って、そこまで興味もないですしね。私はね、どっちかというとね、今どちらかというとですね、ユタポンさんを救うというよりもですね、なんか今タイムライン見てた南條吉野さんが偉いことになってるみたいなんで、フリップサイトのね、声優さんの。どちらかというとね、こうね、なんか原田瞳さんがなんかまたダちゃんが、なんか、やらかしてるみたいなタイムラインがブワーッと流れてきてますんでね、ちょっとね、それをですね、一刻も早くですね、これね、対応しないといけないと思いますので、とりあえずそのツイッターを確認しないといけません。そちらの方が私の中で優先順位が高いですよ、ぐらいの問題なんですけど、これで、私の再生数がどれぐらい伸びるのか、ね、登録者数が増えたら嬉しいな、なんて思っております。ということで、1回目の投稿こんなんでいいのかな。またね、今後はね、もう、まあ、もう少しこんなような政治経済とかやれるのかな。まあ、いわゆる、一般的なネタというかね、雑談とか時事とかね、そういうのはね、もうこっちの方でやっていきたいと思います。時事でもね、郵便局の値上げのね、件とかね、ああいうようなのはね、YouTube、あれも YouTube にしようかなと思ってますけど、ちょっとね、タイトルも統合してね、
ちょっとすいません、いろいろね、初期段階からいろんなね、ちょっと構想をやって、なんかちょっと、ガタガタですけど、令和でね、ちょっとビシッともう一回仕切り直したいと思ってますので、そのあたりもよかったらどうぞよろしくお願いします。ということで、よかったらまたぜひね、チャンネル登録ともよろしくお願いいたします。では、しょっぱな、こんな感じでございました。まずこちらで示させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。